こんにちは、のりこです。今日はリラックスヨガのフルレッスンをしたいと思います。いつものレッスンより少し長めとなりますので、週末や時間があってゆっくりとしたい時にぜひ、受けていただきたいおすすめのレッスンです。それでは一緒に始めていきましょう。ではまず手首を緩めていきます。手を組んで手首を回すようにほぐしていきます。それではゆっくり動きを止めます。右手を前に出して指先を下に向けます。左手で右の指先を体の方に向けていきます。右手首を伸ばしていきましょう。息を吸いながら手の力を緩めて反対です。今度は左手を右手で指先を体の方に向けていきましょう。では次の吐く息で両手を下ろします。それでは足を前に伸ばします。手のひらはお尻の後ろについて、指先は体の方です。それでは少し足を開いて、つま先を左右にゆらゆらゆらと揺らして、足首や股関節を緩めていきます。それではゆっくりと動きを止めます。それでは足首を回していきます。どちらからでも構いませんので、大きくつま先で円を描くように回します。それでは反対回しです。それではゆっくり動きを止めます。それでは骨盤を立てて、かかとも体に引き寄せます。おへその中心に、体の中心軸にかかとが前後に並ぶようにします。内くるぶしを上に向けて、どちらの足が前でも構いません。ではかかとを一つ体の方に引き寄せます。上体を前に倒して、お尻のお肉を外に出します。左右のお尻を均等に床につけて、そのままゆっくりと骨盤を立てます。それでは両手をお膝の上に乗せて、手のひらは上です。ゆっくりと目を閉じて、軽く顎を引きます。鼻から大きく息を吸って、鼻から長く吐いていきます。吸う息では下腹を膨らませて、新鮮な空気を内臓隅々に送り届けるようなイメージで、気持ちよく息を吸っていきます。吐くときは下腹をへこませて、体のいらないものをすべて外に出し切るように、息は吐き切っていきましょう。意識的に吐く息を少し長めにして、徐々にご自身の呼吸だけに意識を向けていきます。首と背中はリラックスです。
それではゆっくり目を開いて、瞳の中に光を取り込んでいきます。両手を体側に下ろします。では首をほぐしていきます。左手のひらを右の耳の上のあたりに乗せます。鼻から息を吸って、吐きながらゆっくり頭を真横を左に倒します。右の肩と耳を遠くに離すようにして、右の首横を伸ばしていきます。左腕はリラックスです。それでは指先を少し耳の後ろにずらして、頭を斜め前にも倒します。頭の付け根、首の付け根、肩、背中にかけてを長く伸ばしていきます。息を吸いながらゆっくり頭を起こして、吐いて左手を下ろします。では反対です。右手のひらを左の耳の上のあたりに乗せます。息を吸って、吐きながらゆっくり頭を真横を右に倒します。左の肩と耳を遠くに離すように首横を伸ばしていきましょう。それでは指先を少し耳の後ろにずらして、頭を斜め前にも倒します。息を吸いながらゆっくり頭を起こして、吐いて右手を下ろします。それでは両手を胸の前で組みます。鼻から息を吸って、吐きながら両手を前に伸ばして背中を丸めていきます。目線はそのまま両手のひらを見ておきましょう。肩をまっすぐに伸ばして、肩甲骨と肩甲骨の間を広げるようにしていきます。それでは鼻から息を吸って、吐きながら上体を右に傾けて、左腕が上に来るように、そして目線は左の脇から横の壁を見ていきましょう。左の体側と背中が心地よく伸びていきます。息を吸いながら一度真ん中に戻ります。では反対です。今度は吐きながら体を左に傾けて、右腕が上に来るように傾けます。目線は右の脇の下から横の壁を見ます。深い呼吸を繰り返します。息を吸いながら上体をまっすぐに戻して、両手も真ん中です。それでは鼻から息を吸って、吐きながらもう一つ手を前に伸ばします。それでは息を吸いながら両手を手前に引き寄せて、上体を起こします。両手を離して体の横につけます。息を吸いながら右手だけ天井に伸ばして、吐きながらゆっくり体を左に傾けます。目線は斜め上でも正面でも床でも構いません。首がきつくないところに自然にお顔を向けておきます。右のお尻はマットから浮かないように、お尻を安定させたまま腰から体側を伸ばして、
右肩はリラックスです。次の吸い気でゆっくり上体を起こして、吐いて右手を下ろします。では反対です。息を吸いながら左手を天井に伸ばして、吐きながらゆっくり体を右に傾けます。目線は首がきつくないところに自然に向けておきましょう。左のお尻で少しマットを押すようにして、吸い気で体側を伸ばして、吐く息で肩や肘を緩めていきます。それでは次の吸い気でゆっくり上体を起こして、吐いて左手を下ろします。それでは両手を体の前について、お尻を一度突き直します。息を吸って、鼻骨から背骨まっすぐ胸を開いて前を見ます。吐きながら手を前に歩かせて、そのまま額がマットにつきそうであれば額をマットにつけます。おでこがマットにつかなくても、お尻を床に引き下げて、肩を一つ前に出して、腰とお尻の筋肉を縦に伸ばしていきます。深い呼吸を繰り返して、両肩はリラックスです。それでは息を吸いながら手を手前に引き寄せて、ゆっくりと上体を起こします。起き上がってきたら四つん這いになります。肩の真下に手首が来るようにして、足の幅は骨盤幅程度です。両足の甲はマットにつけておきます。それでは背骨を動かして、体を内側から温めていきます。息を吸いながら鼻骨から背骨を一つ一つ反らして、胸を持ち上げて顎を突き出して、息を吸い切ったら斜め上、天井を見上げます。次の吐く息のタイミングで鼻骨から背骨を一つ一つ天井に持ち上げて、背中を丸めてお腹を中に引き込みます。息を吐き切ったらおへそを覗き込みます。ではここからはご自身の呼吸に合わせて何度か繰り返し行います。キャット&カウのポーズです。背骨一つ一つを丁寧に動かしていきましょう。それではゆっくり動きを止めて、背骨をフラットな状態に戻します。では続いて胸と脇のストレッチです。それでは肩の下に肘を下ろします。そしてお顔よりも少し前の方に手をついて、手を重ねておきます。それでは鼻から息を吸って、吐きながらゆっくりと頭を下ろしながら、右のこめかみをマットにつけます。お尻の位置は四つん這いの時と同じ高さをキープです。そして肘を横に広げながら、胸と脇をできるだけマットに近づけて伸ばしていきましょう。両肩はリラックスです。胸と脇のストレッチです。
心地よいところでしっかりと伸ばしていきましょう。ではお顔の向きを入れ替えます。今度は左のこめかみを床につけてお顔を右に向けた状態です。次の吸い気でお顔を正面に向けます。手を手前に引き寄せて一度四つん這いに戻ります。それでは両足のつま先を立てます。息を吸いながら手のひらでマットをして、そのままお尻を天井高く持ち上げて両膝の裏を伸ばしてダウンドッグ、下向きの犬のポーズです。両手のひらでしっかりとマットをして、その力を背骨からおへその下、お尻へと伝えていきます。両膝が曲がっていても構いませんので、できるだけ息を吐きながらかかとをマットに近づけてみましょう。目線は両足の間かつま先を見ます。深い呼吸を繰り返して全身を心地よく伸ばしていきましょう。それではラスト、鼻から息を吸って吐きながらお膝と足の甲をマットに下ろします。そのままお尻をかかとに下ろして、額をマットにつけてチャイルドポーズでお休みです。両手のひらの力をふわーっと抜いて背中、腰を緩めます。それではこの状態から体側のストレッチを行います。鼻から息を吸って吐きながら右に両手をスライドさせて移動します。心地よいところまで来たら動きを止めて、右手の上に左手を乗せます。左の体側を心地よく伸ばします。頭はリラックスして下ろしておきましょう。では反対です。一度息を吸って吐きながら今度は左に両手を移動させます。心地よいところまで来たら左手の上に右手を乗せて、頭をゆっくりと前に倒してリラックス。右の体側を心地よく伸ばしていきましょう。それでは息を吸いながらお顔を上げて両手を真ん中まで移動させます。息を吸いながら手を手前に引き寄せて、頭が最後になるように起き上がります。それでは続いてうつ伏せになります。うつ伏せになりましたら両手を前に伸ばして、足は揃えておきます。おでこをマットにつけて、骨盤を左右にゆらゆらゆらっと揺らして、全身を緩めていきます。力を抜いていきましょう。
ゆっくりと動きを止めます。足の幅を骨盤幅程度に開きます。息を吸いながら右手と左足だけマットから浮かせてお顔も持ち上げます。目線は正面を見て深い呼吸を繰り返します。右手は前から引っ張られているように、左足は後ろから引っ張られるように、上体下半身を長く伸ばしていきます。それでは息を吐きながら右手左足を下ろして、一度おでこをマットにつけます。一呼吸入れてリラックスです。それでは反対です。息を吸いながら左手と右足をマットから浮かせてお顔を持ち上げます。左手は前に長く、右足は後ろに長く伸ばしていきます。次の吐く息で左手右足を下ろして、おでこをマットにつけてリラックスです。それではそのままゴロンと右に横向きになります。それでは横になりましたら、お顔の前に左手を伸ばします。そして右手のひらで体を支えます。息を吸いながら右足を心地よいところまで上に伸ばします。少しの角度でも構いませんので、心地よいところまで伸ばしていきましょう。それでは息を吐きながら右足を下ろします。そのままお膝を曲げて、外側から足の甲をつかみます。息を吐きながら右の膝を後ろに引いて、右の太もも前面を伸ばします。息を吸いながら手を離して右足を伸ばして下ろします。それでは反対向きです。今度はお顔の前に右手を伸ばして、手のひらは上です。そして左手をマットにつけて体を支えておきます。それでは息を吸いながら左足を好きな角度まで伸ばしていきます。ちょっとの角度でも大丈夫です。もし伸ばせそうでしたら、ゆっくりと心地よいところまで伸ばしてみます。それでは息を吐きながらゆっくりと下ろします。お膝を曲げて、外側から足の甲を取ります。息を吐きながら左の膝を後ろに心地よいところまで引いて、左太もも前面を伸ばします。息を吸いながら手を離して、左足を伸ばして下ろします。それでは仰向けになります。仰向けになりましたら、両手はマットにつけてお尻の近くに置いておきます。息を吸いながら両足を天井に伸ばします。それではブラブラブラーっと揺らして、足全体を緩めていきます。ではゆっくりと動きを止めます。鼻から息を吸って、吐きながら足を横に開いて開脚です。心地よいところで動きを止めます。
両肩、背中、手のひらはリラックスです。それでは息を吸いながら両足を閉じます。吐きながらお膝を曲げて両手で抱きかかえます。息を吐きながら太ももとお腹をぴったりくっつけてガス抜きのポーズです。太ももで下腹部を圧迫したまま深い腹式呼吸をして腸のマッサージをします。お通じにもお通じを良くする効果のあるポーズです。そのまま左右にゴローンゴローンと揺れて背中と腰をマッサージします。そのまま右手側にゴロンと横向きになります。手のひらで床を押しながら頭が最後になるようにゆっくりと起き上がります。起き上がってきたらお尻をつけてお膝を立てて座ります。足の幅は骨盤幅よりも少し広めに開いて、つま先は斜め外側に向けておきます。お尻の後ろに手のひらをついて、指先は体の方に向けておきましょう。それでは両膝を左右にパタンパタンと倒して、お尻を床、マットでマッサージをします。それではゆっくりと真ん中で動きを止めます。息を吸いながら骨盤を立てて上体を起こします。かかとを体の中心に揃えて座ります。それでは両手を体の横に下ろします。息を吸いながら両手を肩の高さに伸ばします。吐きながら両手を正面に伸ばして、右の肘を左の肘で引っ掛けて体に引き寄せます。右の肩を伸ばしていきましょう。それでは息を吸いながら手の力を緩めて手を入れ替えます。今度は左の腕に右肘を引っ掛けて体に引き寄せて左の肩をストレッチします。それでは息を吐きながら手を下ろします。それでは左足だけ前に伸ばして右のお膝を立てて体に引き寄せます。それでは右のお膝を外にパタンと倒してかかとを体に引き寄せて左のお尻のお肉を外に出して骨盤を立てます。つま先は天井です。左足を挟むように両手をマットにつけます。息を吸って背骨を引き上げて吐きながら手を前に歩かせて心地よいところで動きを止めます。上半身の力を抜いてリラックス、深い呼吸を繰り返します。
それでは息を吸いながら手を手前に引き寄せて、ゆっくりと上体を起こします。足を入れ替えます。右足を前に伸ばして、左のお膝を立てます。お膝を外にパターンと倒して、かかとを体に引き寄せます。右のお尻の肉を外に出して、骨盤を立てます。では右足を挟むように両手をマットにつけます。息を吸って背骨を引き上げて、吐きながら手を前に歩かせて、心地よいところで動きを止めます。上半身リラックス、深い呼吸を繰り返します。それでは息を吸いながら手を手前に引き寄せて、上体を起こします。起き上がってきたら足を前に伸ばします。両足を前に伸ばして、お尻のお肉を外に出して、骨盤を立てます。つま先は天井に向けておきます。肩の真下に両手を楽に下ろしておきましょう。息を吸って背骨を上に引き上げます。吐きながら手を前に歩かせて、心地よいところで動きを止めます。上半身リラックス、深い呼吸を繰り返します。両手がマットの上でも、足の上でも、足の裏でも、フックを作って足の親指を取っても構いません。楽なところでキープです。それでは息を吸いながら手を手前に引き寄せて、上体を起こします。起き上がってきたら、かかとを体に引き寄せて、足の裏と足の裏を合わせます。つま先を手のひらで包むように触って、一度お尻を突き直して安定させます。息を吸って背骨を引き上げて、吐きながら心地よいところまで上体を倒します。肘で足を上から押しても構いませんし、足の前に肘を下ろしても OK です。心地よいところでキープをします。内股と腰が心地よく伸びていきます。深い呼吸をしてリラックスです。それでは息を吸いながらゆっくりと上体を起こします。起き上がってきたら仰向けになります。ではお尻のストレッチから行います。両膝を軽く立てます。右の外くるぶしを左の太ももの上のあたりに乗せます。左の足の裏を少し床から浮かせて、右手を真ん中の隙間から、左手を外側から持ってきて、左太もも裏で両手を組みます。鼻から息を吸って、吐きながら両足を体に引き寄せます。右のお尻が心地よく伸びたところでキープです。それでは息を吸いながら手の力を緩めて、左の足の裏をマットにつけます。
では足を入れ替えます。右足を下ろして、左足の外くるぶしを右の太ももの上のあたりに乗せます。軽く右の足の裏をマットから浮かせて、左手を真ん中の隙間から、右手を外側から持ってきて、右太もも裏で両手を組みます。息を吸って吐きながら、両足を体にゆっくりと引き寄せます。左のお尻が心地よく伸びたところでキープです。それでは息を吸いながら手の力を緩めて、右の足の裏をマットにつけます。それでは左足を下ろして、両足を伸ばして下ろします。それでは続いてねじりのポーズを行います。まず右のお膝だけ曲げて、両手で抱えて、息を吐きながら右の太ももとお腹をぴったりくっつけます。右足の付け根を縮めるようにしっかりと体に引き寄せていきましょう。次の吐く息で左手側にドローンと横向きになって、右の膝をマットにつけて、その上に左手を乗せます。それでは息を吸いながら、右手をお顔の前を通りながら、体の周りを円を描くように回します。息を吸い切ったら、頭の上に右手を伸ばして、吐きながらそのまま上体をねじりながら、右手を肩の高さに横に伸ばします。お顔も右手側に向けます。そして右手のひらを下に向けます。右肩はリラックス。ポーズが安定していたら、目を閉じて深い呼吸を繰り返します。それでは息を吸いながら、上体、お顔を真ん中に戻します。右足は伸ばして下ろします。では反対です。左のお膝を曲げて、両手で抱えます。息を吐きながら、左太ももとお腹をぴったりくっつけます。左足の付け根を縮めるようにしっかりと体に引き寄せます。それでは次の吐く息で、右手側にゴロンと横向きになります。左のお膝をマットに下ろして、その上に右手を乗せます。息を吸いながら、左手を大きく円を描くように回して、息を吸い切ったら頭の上に一度伸ばします。では次の吐く息で、上体を左にねじりながら、左手を肩の高さに伸ばして、お顔も左手側です。左手のひらは床につけておきます。ポーズが安定していたら、目を閉じて深い呼吸を繰り返します。ワニのポーズです。このポーズではいろいろな箇所が伸びていきます。お尻や腰、お腹、背中、そして肩が伸びていきます。いろんなところの心地よい伸びを味わいながら、深い呼吸を繰り返します。それでは次の吸う息で、上体、お顔を真ん中に戻して、吐きながら左足を伸ばして下ろします。
両膝を立てて、吐きながらお膝を外にパターンと開いて、足の裏と足の裏を合わせます。内股や股関節周りを緩めていきます。それでは両手を頭の後ろで組みます。肘は横に開いた状態で、胸と肩甲骨、そして首を緩めていきましょう。ゆっくりと目を閉じてリラックスをします。それでは次の吸い気で両膝を閉じて、吐きながら足は伸ばして下ろします。それでは両手を今度は体の前で組みます。息を吸いながら大きく伸びをします。両足のつま先も前に前に伸ばして、全身を長く伸ばしていきましょう。それではラスト、鼻から息を吸って、口から息をはーっと吐いて全身脱力です。では両足の幅を好きなだけ開いて、つま先は自然な状態で外側に向けておきます。両手も好きなところに伸ばします。そのまま頭の上でも横でも斜め下でも構いません。一番心地よいところに伸ばして、手のひらは上に向けておきます。ゆっくりと目を閉じます。呼吸からも意識を離して、いつもの自然な呼吸に戻します。目の奥や口の中に緊張感が残っていれば、すべて解放します。それではお休みに入ります。それでは本日のレッスンは以上です。疲れている時や体を動かしたくない時でも、少しだけ体を動かしたりストレッチをするだけでも心身がすっきりしますので、またもしよかったらリラックスヨガをやってみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。